エドワルト・キュンレッケは、ドイツの作曲家、指揮者。ベルリン、シャルロッテンブルクに設置された名盤、エメリッヒの生まれ。ベルリンで、音楽学と文学を治めた後、マックス・ブルフに支持し、シフバウアーダム劇場の合唱指揮者を呼び、コレペティ・トールになった。1909年には合唱指揮者の地位を返上し、オペラ、ロビンの週末を書いて、マンハイムで初演し、 作曲家としての名声を得た。1908年から1910年にオデオンレコードで指揮者として活動。1910年から1911年にかけてはベルリンのドイツ座の指揮者としてマックス・ラインハルトの下で働き、ラインハルトがゲーテのファウストを上演したとき、劇不随音楽を作曲している。第一次世界大戦中は、 不評連帯のホルン奏者となったが、戦後はフリードリヒビルヘルムシュタット劇場の指揮者を務めた。この劇場でオペレッタの指揮をするうちに、自らもオペレッタを作曲するようになり、1921年に発表したどこかのいとこでオペレッタ作家としての名声を確立した。オペラやオペレッタの他に多数の映画音楽やピアノ競争曲、ジャズバンドと還元楽のための 舞踏組曲などの演奏会用作品を残している。ブロードウェイやロンドンの劇場にも作品を提供するが、ナチス政権下のドイツへとどまり、ベルリンで1953年に死去した。ありがとうございます。